ここにラバーカップに本気の男がいます。パンダの目をラバーカップで刺したり、アップルのロゴにもラバーカップを投げて、メルセデスやポルシェにもラバーカップを当てます。パンと一緒にハンバーガー店に投げたりもします。ハゲ頭にラバーカップを植えるこの男は、クリス・イワンです。世の中でラバーカップが一番好きな男性で、他人の店を訪ねて看板にラバーカップを開けるのが彼の日常です。もちろん全てがオーナーの許可を得て行われるんです。最初はこんな頼みをするクリスが怪しかったが、現在はあまりにも有名になったせいで分かってみる人もいるし、また先に連絡してお店にラバーカップを投げてほしいという企業も出てくるほどです。どんなことでも本気で取り組めば成功するのでしょうか。